はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、低病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになられたたくさんの患者さん、そしてそのご家族、子供たちが元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本、全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病でね、闘病されてた池江璃子さんって言えるじゃないですか、競泳のね、あの人がね、この前20歳の誕生日を迎えられたということでね、本当におめでとうございます。いや、素晴らしい、良かったですよね。もうね、ほんで練習もね、再開してはるということでね、その回復の速さに、ね、驚きが隠せませんね。本当にね、めっちゃすごいですよね。この前の土曜日のね、ゴーイングに、ね、出てて、インタビューに出てたんですけども、バタフライをね、ガン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 浮いてはったんですよ。もうびっくりしましたよ、本当に。で、まあ、そんな池江さんはね、その病気する前はね、その6000メートルね、1日泳いでたらしいんですけども、まあ、今はね、3500メートルらしいんですよね。でも3500メートルなんですよ、普段泳ぐのね、今泳ぐのね、めっちゃすごいですよね。もう僕なんかちょっと縄跳びしただけでもヒー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 言うのにね、まあ、とまあね、そのアスリートと比べたらね、飽きませんけどね、まあ、プロスポーツ選手と比べたらね、僕あの素人なんでね、ほんまにね、飽きませんよね、ほんまにね。あと他でその白血病になられた方だったら、サッカー選手の新潟アルビレックスのね、早川文也さんもね、試合に出てありますからね。あとはその方南寺白血病の方でやったら、岡村孝子さん歌手なんですけどもね、あの人もね、あのお家で歌を歌ってはりますしね、すごいあのスタジオとか入ってもお歌を歌ってはりますしね、歌を歌うのもその何て言うんですか、肺活量みんな使うからね、すごい大変やと思うんですよね。ねえ、だからね、アスリートと比べて飽きませんってね、ほんまにね。っていうか、その岡村孝子さんはアスリートじゃないんですけど、もう肺活量を使うから、やっぱアスリート並みですよね、ほんまに。ほんで、その今挙げた3人の方っていうのはですね、その世界中でね、あの白血病でね、こう闘病してはる方たちの、その本当に欲しいやと思いますよね。目標ですよね、本当にね。ほんで、まあ、池江さんも言ってましたけどね、その白血病になってもうここまで回復して元気に泳げることができるようになるんだよっていう見本になりたいってね、おっしゃってましたわ。もう見本になりたいって言ってますけども、もうすでに見本ですよね。もうほんまにお手本ですよ。まあ、僕もね、早く治してね、美容師として職場復帰してね、まあ、素人代表として、そのね、テレビとかね、世界で活躍するような、あの、トップアスリートにはなりませんけども、まあ、ね、あの、できるんやったら僕も世界で活躍する美容師になりたいわけですよ。で、まあ、素人代表として、今はね、素人代表として皆さんのね、見本になりますんでね。と、そんなこと言ってるんですけどね、まあ、今日はね、まあ、すごいね、雨なんですけども、病院に来てるんですわ。なんかね、その僕ね、口の中にね、新しくね、出来物がね、できてるんですわ。ベロの、ベーとしたベロのね、この裏側なんですけども、ちょっとね、見せたいんですけど、お見せできなくてね、残念なんですけどね、まあその、形で言うとね、ねえですね、あんまりというか、その、まあ、全く綺麗な表現が出てこなかったので、最初に感じたっていうのが、その最初に思ったように言いますけどね、そのまあ、ある特定の虫がちょっと病気になった時に起こる症状みたいな形のやつができてるんです。まあ、その、ね、なんで、すごい、こういう言い方したらすごい気持ち悪いんで、あの、やめときますけども、思い出した。あのね、ですね、綺麗な表現がね、思い出しました。素敵な表現がね、思い出しました。ちょっとさっきの話はね、忘れてください。虫の話は忘れてくださいね。あの、麦ってあれでしょ、あの、生えてあるね、あの、なんて野菜じゃないか、その麦畑の麦あるじゃないですか。その麦のお菓子あるでしょ。あの、和菓子であったら、その麦がこう固まってますけども、そのね、おこわみたいなのが固まってますけども、その和菓子じゃなくて、駄菓子の麦のお菓子あるじゃないですか。あの、商品名で言うと、あの、麦とかね、その麦チョコとかあるじゃないですか。あれの麦がちょっとバラバラに入ってる駄菓子あるでしょ。まあ、懐かしいところで言うたら、そのね、あの、赤とか黄色とか緑とかのその3種類の、あの、色セロファンに入った、その、ま、三角になってる透明のやつあるでしょ。透明のやつ入ってるやつあるでしょ。あれに包まれてるやつで、あ、人参ポンか。人参ポン菓子かっていうのがありますよね。あれの、あの、一粒の大きさのサイズあるでしょ。ちっちゃいサイズね。あれのサイズの
柔らかい突起物がね、できてるんですわ。あ、チョコクリスピーみたいな感じの、大きさのやつがね、ベロ の裏っかにできてるんですよ。でそれをね、金曜日の夜にご飯食べてる時にね、ちょっと違和感があって、なんかおかしいなーっていうくらいやったんですけども、こう土曜日の朝に起きてね、やっぱり気になるんで、ほんまにね、そのほんまの寝起きで朝鏡でね、確認したらですね、柔らかい突起物がね、できてたんですわ。まあ、できてるというか、生えてるって感じなんですよね。育ってきてるんかなって感じですね。これほったらかしやったらもっとだんだんでかくなってくるんだなってね、思うんですけども、っていうかですね、柔らかい突起物ってほんまにおかしな表現なんですけども、ほんまにその突起物の先っぽがすごいとんがってるんですよね。柔らかいくせにそのとんがってるからね、もうこれはほんまに突起物としてね、認定してやろうからね、思ったわけですよ。色はね、その白っぽく肌色っぽいというか、まあ、口の中のね、他のね、ほっぺたの内側とかベロに対してはすごいその薄い色なんですよ。なのでその、まあ、どこか白っぽいというか、その肌っぽいというかって感じなんですよ。ほんでまあその突起物のね、先っぽのこのところはね、ちょっとね、点ってね、赤い点がね、あるんですわ。これがね、また僕の悪い癖なんですけどね、またそのこれをね、ネットで調べまくったんですよね。口の中、ベロの下、突起物みたいな感じでね、調べたんですよ、そのワードを入れてね。まあね、だからほんまそのネットでなんか調べずに、その、まあ、書物で調べた方が早いんですけども、そのね、おかげさまじゃないか、その、なんていうんですか、残念ながらですね、残念ながら、その、なんですか、歯科口腔外科の専門書はね、僕持ってないので、だからネットで調べなしゃあないんですわ。まあ、それでね、調べてみますとですね、もう怖い情報が出るわ、出るわでね、もうなんでそんな怖い情報しか出てこないのってもう思うぐらいね、もうほんまにね、そのほったらかしにしたらね、命に関わるよっていう内容がね、じゃんじゃん出てきたんですわ。まあその怖すぎてね、言いたくないからね、言いませんけども、まあそんな話をね、鵜呑みにしてね、まあ症状やね、患部もね、その状態が似てるからといって、まあ決めつけるね、その自己診断っていうのはね、あかんしね、もう自己診断ほど愚かなものはないですからね、まあそのあくまでも疑いのみで睨むぐらいの程度でね、止めておきますけどね、もうほんまにこればっかりはね、信じたくないと怖すぎるんでね。でもまだその診断されたわけじゃないので、なんとも言えませんけども、まあ今日このね、月曜日にね、病院に来たのはね、まあこんな理由がね、ありましてね、その、まあ、土曜日の朝にね、鏡で確認して、明らかにこれはね、異変やったわけですよ、ほんまに。何やこれ、こんなの初めてやでって感じで、もうこれはね、異常事態やと、緊急事態やと、と思ってね、これはあかん、もう絶対電話したろ、絶対病院出ませなあかんわと思って、ほんまにその朝9時になった瞬間にね、すぐね、電話したんですよ。でそしてね、まずやっぱりメイン の白血病で入院してましたからね、その血液内科に繋いでもらったらね、受付が、その内科の受付がね、そのすぐ話し中やって、今おつなぎできませんってね、コールセンターに言われたんで、つながらなかったから、その電話をね、すぐ切られそうになったので、すかさず、じゃあその、口腔外科に繋いでくださいよって言ったわけですよ。今度はその、歯科口腔外科に、この歯医者に繋いでもらったわけですね。ほんで、その、歯科口腔外科の受付の人にね、症状を伝えてですね、担当の先生の名前を言ったら、今日は土曜日なので、担当の先生が、外来の日じゃなかったので、今日はね、おつなぎできません、行ってませんので、って言われて、ほんならね、その人もね、すごい親切な方でね、親切な受付の人だったんでね、他の先生に症状を伝えて、どうしたらいいか聞いてみますので、ちょっと待ちくださいってね、言われたんですよ。ほんで待ってたんですよね。ほんなら、この症状ならば、担当の先生に直接見てもらった方がいいと、その先生は判断されたみたいなので、土曜日挟んで、日曜日挟んで、今日の月曜日になったわけなんですよ。ほんまはね、その僕的にはね、そのほんま、そのすぐ土曜日にね、すぐ見てもらいたかったんですけどね。でもまあこの前の土曜日っていうのはね、たまたま長男の、ね、学童がね、お休みの日やったんで、もしその病院に行かなあかんくなったら、もう一人でね、お留守番させるのも飽きませんからね、病院まで車で40分くらいかかるんですよ。往復、だから1時間なんぼや、まあ、計算できない。往復80分やし、で診察して見てもらうのでも、もう1時間以上かかるわけですよ。で、まあその言うたら、ね、ざっくり計算したら、何や、いろいろ入れて、4時間ぐらいはね、家で、一人で、おらせなきゃいけませんので、そんなこともできないんでね。それにね、その日は車もなかったからね、その自転車で後ろ乗せて連れて行かなあかんわっていうのも
覚悟したんですよ、ほんまに連れて行くとしたらね。まあおかげさまでね、まあ今日になったんで、ね、よかったんですけどもね、もしね、その3日間の間でね、この僕のね、状態がね、悪化してたらどうすんねんって感じでしたけどね。でもまあこうやってね、来れたしね、まあ動画も撮影できてますんで、まあ何も起こってなくてよかったんですけどもね。でもこう触ってね、その痛くないし、ほんまになんともないんですけども、この突起物はほんまにね、異常なんですよ。で、またそのネットでね、その書いてるのを見てたらですね、その初期症状は触っても痛みもないと書いてたので、まあ余計に怖かったんですけどもね、ほんまにね、もうあかんあかん、自己診断は良くないわ、そんな愚かなことはね、飽きませんわ、と思ってたんで、まあとりあえず今日はね、今からその歯科口腔外科の歯医者に行ってきます。まあ、そんな感じでね、またね、このことはね、報告させていただきますのでね、まあ、こんなことをお願いするのはね、初めてなんですけどもね、ほんまにね、何もないことを皆さん願っておいてください。よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴。ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。